ら負けちゃうかもしれないね。帰んなきゃいけない。うん、帰んなきゃいけない。帰るけどね。負けたら帰んなきゃいけない。とぼとぼ帰ることになるね。負けないでよ。いやー、負けないでよ。今日神様が決めることだからね。奇跡が起こったら勝つ。よし、どうやった、ナイスショット。奇跡だね、奇跡。奇跡、神様が。あ、3-4だ、3-4。負けてる。負けてる。うん、今何ボッパ、何対なの。3-4で負けてんだよね。これでね、カッツンのパターンだとね、3-5になったらもう勝負捨てた時にして負けちゃうから取らないといけないんだよ。あれだった。誰が相手が。え、どっちだったんだ。相手じゃない。シャディ。お前の後ろの。相手。シャディって言った。誰が帰るの。横山さん。負けたら帰んなきゃいけない。でしょ。止めれ。そんな私は。止めれ。今何対いくつ。今多分44だと思う。44。おう。左右に振るか。爆裂な球を左右に振り出す。おう。頑張ってるね。あ、勝った。お、勝ったか。お、
よかった、おめでとう。爽やかすげえ爽やか。何が爽やかな。確かに何が爽やかな。コンソリ優勝、あの人の笑顔、コンソリ優勝の笑顔が爽やか。爽やか、いや、やっぱり優勝は強いだから違うな。賞金もない人違う。 YouTube で映るたびに名前とは違う。こう、シューズとウェアを揃えてくれる。え、シューズの名前はどうですか。シューズ欲しい。シューズ欲しい。